小浜淳は、日本放送編成部のラジオプロデューサー、ディレクター。鹿児島県鹿児島市出身。池田学園池田中学、高等学校、横浜市立大学小学部経済学科卒業後、2004年4月に日本放送入社。学生時代は、大手テレビ局にて報道番組の AD を3年間、務めていた。同期入社は、同局アナウンサーである。 飯田浩二、新人研修以後、制作部に配属され、ラジオ番組のチーフディレクターを3年間担当。2007年7月の人事にて営業一部に移動。その後、2010年に営業戦略室、2015年にネクストビジネス戦略部に配属され、2016年7月人事にて、メディア開発局デジタルソリューション部に移動し、主任となる。主に、 ラジオと SNS を連動させるコンテンツ制作を担当し、日本放送ウェブサイト、しゃべるや、やッピーの編集も担当。ただし、特番等では、ラジオ番組のディレクションも並行して担当していた。2018年4月1日付の人事にて、11年ぶりに編成部へ復帰し、番組のディレクションやプロデュースを担当。 A.B. 長浜純のツイート長浜純のツイート長浜純のツイートスマホでオールナイト日本動画も配信日本経済新聞 https www. 日経 .com アーティクル約束スク1949兆9790億108万 2017H56LL2018 年2月1日閲覧 日本放送ニュースャベルについて、日本放送2018年4月17日閲覧ありがとうございます。